タイヤ交換をする際は車を平地に止めてシフトはパーキングに入れてサイドブレーキも引いておきましょう。今回は車載ジャッキの他に十字レンチとトルクレンチを用意しました。ジャッキを車の下に据える前に手でくるくる回してある程度の高さにしておきましょう。ジャッキアップポイントは指で刺している2つの切り欠きの間に当てます。別の角度からです。ジャッキのへこんでいる部分が車体の出っ張っている部分の間に入るように当てます。こんな感じですね。位置がずれないように目視で確認しながらしっかりと当てましょう。しっかりはまったらジャッキの部品をこのように組み立てます。これを回してジャッキを上げていきましょう。まずはタイヤが浮かない程度に少しだけ上げます。次に十字レンチでホイールナットを緩めていきましょう。この時点では1回転程度だけ緩め、完全には緩めません。緩める順番は画像のように1番から星を描くように行います。ナットを緩め終わったら、さらにジャッキを上げていき、タイヤを浮かせていきます。タイヤが浮かんだら、ホイールナットを完全に緩めて外していきましょう。はい、そしたらタイヤを外しましょう。新しいタイヤを持ってきました。ボルトに合わせてはめていきます。ナットを戻して仮締めをしていきましょう。仮締めは 2,3 回に分けてやると良いそうです。仮締めする順番も1番から星を描くように行っていきます。仮締めが終わったらジャッキを下げていきます。ホイールナット締め付けトルク108Nm。 ホイールナットの締め付けトルクを確認してトルクレンチを設定していきます。最後に空気圧をチェックしましょう。これでタイヤ交換は終了です。